酒井。巴から知らせが。あやつに会うぞ。次に狙われる場所も時も教えるそうだ。本当のことを言うでしょうか。すぐにわかる。良いか、一つの過ちも許されんぞ。心得ております。行こう。行き先は？ウムギ谷の北。捨てられた賭場で待っておるらしい。奇襲には格好の場所。火はこちらにある。あやつは猛虎に裏切られ窮地におるでな。窮祖は猫を噛むと言います。窮祖など恐るるに足らん。あやつにできることは二つ。呪力を仰ぐか、牙を剥くかだ。巴を知った今どう思う？騎兵を一掃できるならば試す価値はある。己の命を落とすな。上学では無事でした。あの場にわしがおれば結果は違ったぞ。待ち伏せでなければ話を聞き、企てが誠なら手を組みます。処罰はその後に。民を殺した報い受けてもらわねばな。何か聞くおつもりですか？巴と話すことなどあれやせん。寝返ったわけは？あの日からずっと普通なのでしょう。わしに背を向けたのだ。話してなどやるものか。もうすぐだ。気を抜くな。ここからは歩くぞ。敵はいません。見えぬだけよ。止まれ。右手にある岩、あそこに身を隠す。お主は？石川先生。ジン、私が殺すつもりならとうにやっておりますよ。あやつ、こっちに来て。ここで待っておれ。私も共に。抜かるなよ。先生、ジン。愛も変わらずいい度胸だな。教わるまでもなかったことです。急兵が攻めてくるそうだな。時と場所は？ウムギ谷、すでに向かってる。なぜ教える？藩への仕返し、私が急兵を言います。加勢しなければ村は蹂躙されるということか。信用できんな。構いません。高みの見物でもします？しまった、もう米つけていたか。巴、待て。御所、出した。巴、たばかりおったな。もうろくしておいでのようですね。罠など張っておりません。巴は応戦しておりました。芝居だ、油断させるためのな。そんなに私に殺されたいのなら望み通り言ってあげましょうか。やめよ。このままでは村が危ない。すぐに立たねば。そうだな。だが巴、妙な動きをしたらその場で切り捨てるぞ。二人とも
麦谷を救ったとてお前の罪は消えんぞ。技を教えたのは脅されたから。ではなぜ中山取り出て島の者を殺した？拷問を受けてたから。私が人思いに殺してあげたら猛虎に気に入らず生き延びたら謝らないと。猛虎の番兵、私がやる。保証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 前の近道は分かるか？我らの姿を見られたら急兵に用心されます。確かに街道は避けましょう。腹を突っ切るぞ。どうやって赤島の野営を？お前の手下に襲われ後を追ったのだ。手を出すなと命じたのに、野営を増やすつもりでした。手下に感謝せねばな。櫛に着く頃には旧兵は手に負えなくなり、命令も無視された。援軍だ。数が多い。行くぞ。主が猛虎といた姿を見たという女がおったぞ。生きたまま焼いた女だ。私がいたのではありません。だがお前が鍛えた旧兵だ。私はいつもいたずらに人を殺すなと命じてた。であるな。私を追っている。負けてなかった。さようなことは早う言え。それはご無礼を。夜まで待ちましょう。闇に乗じ活路を見出す。村が襲われぬか？いえ、まず旧兵を置き村の出入りを固める。殺しはそれから。少し休め。俺が見張ろう。日が沈んだ。行くぞ。トモエ、先に行け。我らが続く。後ろから刺すつもりでしょ。敵がお前に気づいたら我らが身を隠し切る。いざ。離れないで。トモエから目を離すでないぞ。先生、聞こえてますよ。知るか。物見がおるな。ジン、一人お願い。私はもう一人を。まだ来よるか。身を隠せ。看やがともにボスにめてくよ。エクソステーション。ダーゴロ、なってる。ボスソトン、エンデソノルセレムステバ。勇むなよ、サカイ。先生、よく狙って。一夜、一殺。先生、高落としの技で二人仕留めましたね。見てたか。
お前は構えを変えたな。右腕を下げたことで矢を放つときに。ああ、よう考えたの。これはどうにもできないね。ここで戦えば旧兵に気づかれる。村に着く前に襲われるぞ。それは避けねば。酒井、どう見る？私が先陣を、後ろは任せます。私の旧兵。奴らは攻撃されたと分かれば村に戻る。牢城に持ち込まれてしまう。民が犠牲になるぞ。荷車に樽がある。後ろに回り込めば火矢一本で片付く。いればこちらの居所が知れる。林から狙えるか。遠すぎるね。近寄ってみる。犯した罪を償わせてほしい。よし。信じるか。信じるのは巴の復讐心。なかなか足取りがつかめぬわけだ。教えの賜物ですね。まあな、備えろ。今だ。まずまずの出来だ。巴はどこです？知らん。怪我でもしたか？巴！戦のしまいにはあの道のそばにおったが。村へと続く道です。まさか退却した猛虎をおったか？そうかもしれません。旧兵を殺したところで巴の罪は消えん。復讐は果たしました。狙いはそれだけか？最後まで戦ったのは邪魔な敵を一掃するためでしょう。それは分かった。では麦谷には何が？村には野党とならず者しかおりません。そうか、仲立ちだ。島から出るため船が欲しいのだ。そこもと。どうされました？女が通らなかったか？一人浜の方へ行きましたが。急ぐぞ。トモエビたばかりおったか？ですが麦谷を救いました。あやつは追われておった。わしらは本土へ渡る道を開いてやったわけだ。
常に先を越されますね。だがまだあやつを止められる。先生。石川先生とは強く憎み合いましたが、ブッダの教え通り最大の敵は最高の師匠なのでしょう。稽古の日々感謝してます。そして最後に手を取り合って戦ったことも。あなたの弟子であり娘である道もありました。しかし我が弓は対馬に置いていきます。今の私は放たれた矢、行き着く先は分かりません。あとは吹く風に任せます。終わったな。京都につけるかもしれません。ああ、巴ならつけるであろうな。戦は終わっておりません。島を取り戻さねば。わしからお主に教えられることはあと一つだ。約束しろ。わしと同じ鉄を踏むなよ。肝に銘じておきましょう。腕を磨いておけ。